はーい、みんな、わしやで、熊五郎のおもちゃ箱へようこそ。さあ、本日もやってまいりました。はい、今月のディアゴスティーニのコーナーでございます。さあ、今回でね、逆五字クモンガが完成するということでですね、非常に楽しみでございます。はーい、ちょっと中を見ていきましょうか。はい、26号。26号ではね、こちら、クモンガの口のパーツとね、逆五字のパーツが入ってますね。いや、これはまたすごいよ。で、こちら、ねえ、ゴジラの息子の時のね、映画のポスターが入ってますね。いや、やっぱこれはね、ミニラとゴジラ2個1で飾りたいですね。かあ、ほんでいろんなラインナップが掲載されておりますね。あ、カマキラス。出てますね、カマキラス。ね、え、カマキラスね、50メートルもあったんやね、これ。またね、これカマキラスも今後ちょっとラインナップされるのがね、ちょっと楽しみですね。出るんかね。ねえ、そっかそっか。ほんでまたね、はい、27号で逆五字が完成。そして、ビオランテですね。このビオランテが、またね、ちょっと、まず最初の口の部分がね、ついてるとのことです。あー、これもなかなかダイナミックなポスターでございますね。ゴジラの腕がアンギラスに食われております。いやー、痛々しいですね。とんでもない、こっちゃ。いいで、こっちゃ。で、まあ、いろんなことがね、書かれておりますね。あ、これは大阪城やったよね。大阪城。壊されたね。お城。なるほどね。あれ、大阪城だったんだな。よし。さあ、ということでね、早速見ていきましょう。はい、ということでね、26号にラインナップされていましたのは、こちらのパーツです。クモンガの牙の部分とね、こちら、逆五字さんですね。ついにお家に来てくれました。ね、逆五字さんの胴体、腕、そして背びれのパーツになっております。じゃあ、早速最初はちょっとクモンガから完成させちゃいましょう。はい、ということでちょっとね、組み合わせていきますね。こっちやね。ここと。はい、ここ。OK。はい、ということで、クモンガ完成しました。はい、ということでね、こちらはクモンガ、体長が約45メートルほどありますね。ねえ、実際のちょっとゴジラが50メートル級なんですけどね、ちょっと足がかなりね、出張ってるんでね、なんかゴジラ以上にでかく見えますね。なんか映画の時よりでかく見えますね。そしてね、このね、タラバガニのような立派な足、トゲトゲがついてますね。本当にね、組み立ててるときタラバガニを作ってるのかなって気分になってきましたね。そんなね、しっかりとしたおみ足のクモンガですね。これはね、本当にね、やっぱ牙をつけるとやっぱ迫力が増しますね。このクモンガはね、本当にね、糸吐き攻撃かな。それでね、ゴジラとミニラをだいぶ苦しめた相手ですね。いやー、こいつはなかなかの強敵でしたね。はい。はい、ちょっとね、キンゴジを横に並べてみましたね。いや、かなりちょっとボリューム感がね、ありますね。これはすごい戦いですよ。勝てるかな。ほんで、45メートルか。多分この胴体の大きさが45メートルってことなんでしょうね。だいたいそのぐらいの大きさっぽいですね。で、やっぱちょっとね、少しここの牙の部分緩いんでね、ちょっと接着剤での、固定が必要になってきますんでね、よろしくお願いします。はい。はい、ということでね、こちらが27号のラインナップになっております。いやね、なんだかちょっと怖いお嬢さんがこっちを熱い眼差しでね、見てらっしゃいますね。ドキドキしちゃうな。うわぁ、ビオランテさんね。またね、ちょっとこのビオランテはちょっと後でしっかり見ていきましょうね。さあ、ということでね、こちらのね、愛らしい尻尾、逆五字を完成させていきたいと思います。さあ、じゃあちょっとね、
とうとう逆五次を組み立てられるということでワクワクが止まらない今日この頃です。さて尻尾のくっつき具合は、ん、お、いいですね。尻尾はパチッとはまります。気持ちがいいですね。さあ、じゃあ右手はどうだ。ああ、まあまあまあいいですね。右手もはまりいいですよ。さあ左手ちょっと浅いけどどうかな。うん、ああま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 あ全然全然いけますね。オッケーオッケー。さあそして背びれですね。前回の金五字がちょっとスカスカになっちゃったんですけど、今回の逆五字はどうだ。お、いい感じ。これはいいね。はまり具合グッドでございます。さあということでちょっと見ていきましょう。はい、ということでね、こちらゴジラの逆襲に出てきましたね。ゴジラさんですね、身長がね、50メートル級のね、昭和を代表するゴジラになっております。ほんでね、このゴジラの特徴といえば、やっぱりちょっと人間味がかかったね、おどろおどろしい顔ですね。ね、今ちょっと背中向けてらっしゃいますけどね。さあ皆さん、顔面に注目ですよ。さあ、ご尊顔を見てみましょう。うん。ね、ちょっと右側からの角度度はね、結構男前ですね。ほんで左側はちょっと、ああ、おどろおどろしさが出てますね。はい、この虚無の瞳。ねえ、怖いね。ほんで、ゴジシがギュッと出てるのもね、ちょっとこのゴジラの不気味さを物語っております。ねえ、結構ね、首はスッと伸びて、肩はがっちりとね、してる、なかなかたくましいシルエットですね。いやー、なかなかかっこいいですよ。ちょっと細かいところを手に持って見てみましょうか。はい、ではちょっと失礼しますね、ゴジラさん。そう。やっぱりね、ちょっとね、こっち側からの角度やとね、結構男前に見えますね。わかりますか？ほんでね、こっち左側からの角度はね、ちょっとこのメンチ切ったみたいなね、眉。ここがやっぱ不気味さを表してますね。ほんでやっぱ、この耳が可愛らしいね、やっぱゴジラはね。いや、ほんでね、今回のね、茨城明先生ね、結構体をひねったね、感じで表現されています。ね、結構すごいね、ここのすねの部分とかね、この実際のスーツをね、すごい忠実にね、再現されてると思いますね。なるほど、なるほど。ね、ここのね、体ひねった時のね、このたるみだったりね、なかなかの造形の再現力が、いかんなく発揮されておりますね。このモールドもね、一つ一つね、しっかり手作業で彫られてると思うとね、なんともちょっと感慨深い気分になってきますね。さあ皆さん、ね、逆五字といえば、やはり、隣にいるのはアンギラス。ね、ちょっと比べてみましょうか。アンギラスがね、60メートル級でね、ゴジラは50メートル級です。ちょっとね、作中よりもアンギラスの顔が結構でかい気がしますね。口を開けてる加減かしらね。ねえ。すごいなぁ。やっぱね、二つともね、ちょっとね、白黒の彩色を施されてますね。すごいね。このモノクロ感がたまらないですね。なるほど。すごいね。なんか作中よりもアンギラスがちょっとでかく見える気がするな。ねえ。これもね、統一、設定の統一スケールの魔力でしょうか。やっぱこうした時にやっぱ50メートル級と60メートル級の差が出てるんでしょうかね。大自然の中の雄大なお城。さあ今日は熊五郎はね、お城観光にやってまいりました。あのお城は何城でしょうね。あれはなんだ。あれはゴジラです。なんということでしょうか。ゴジラはオキシジェンデストロイヤーによって死んだはずでは。あれはどうやら別個体のようだ。なんということでしょうか。幸せな平和はつかの間です。誰かなんとかしてくれ。あれは、アンギラスですね。これは大変だ。逃亡竜アンギラスが、ゴジラと、まみえた。すご
いかちこいだ。お城はどうなってしまうんだ。ああ、お城がこねくり回されてます。すごいバチこいですね。すごい、アンギラスとゴジラ一歩も引かないですね。うわすごい、アンギラスが、わ、ゴジラの腕に噛みついた。うまっと、わあすごい、あ、乱戦で、アンギラスの甲羅が、アンギラスの甲羅が剥かれました。どうなってしまうんだ。うわすごい。あ、なんと、ゴジラ必殺の、放射熱線さんです。なんということでしょうか。もうゴジラにかかっては、お城もアンギラスもひとたまりもありません。今日も怖いです。さよならゴジラ。はい、ということでね、今までね、デアゴスチーニさんで出てきましたゴジラをね、横一列に並べてみました。1,2,3,4,5,6,7体。もうゴジラも7体も出てるんですね。いやー結構ね、そう思うとゴジラかなりのスピードで増えてきてますね。ね、初代ゴジラに逆ゴジに、んで、なんだ、金ゴジに、んで、ゴジラの、1984にね、んで、ビオゴジ、んで、なんだ、デスゴジに、シンゴジということでね、いやー、本当にゴジラの物語がね、どんどん育まれていっていますね。多分ね、そうやんの、初ゴジ、逆ゴジ、金ゴジときたから、次もしかしたらモスゴジあたりラインナップされるんじゃないでしょうかね。モスゴジは個人的に昭和のゴジラの中でも結構好きな分類なんでね。いや、ちょっと楽しみであります。さあ、じゃあちょっとね、ゴジラたちをちょっと舐めるように見ていきましょう。初ゴジにね、逆ゴジ、ね、おどろどろしい顔、金ゴジ、かわいいカエルちゃん、そしてゴジラ1984、ね、でっけえ顔しやがって。んで、ビオゴジ、リリシーね。ね、そしてデスゴジ、このね、終わりに向かう崩壊の強い眼差し。そしてシンゴジ、この初代オマージュしたどこ見てるかわからない目が不気味ですね。いや、こういう風にね、あのゴジラ、歴代のゴジラたちをちょっと並べて見てますとね、いや本当にね、同じ顔したゴジラっていうのはあんまりいないですね。うん、そこがまたね、ゴジラの面白いところでもありますね。ほんでまたね、この統一スケールの面白さですね。このサイズ感がね、あの異なる、あのまあ、同一スケールか、うん、ゴジラもね、街の大きさに比例してでかくなってるのが読み解けますね。非常に面白いです。はい、ということでね、全国1億2000万人の熱狂的なビオランテファンの皆様、お待たせしました。さあ、このね、ビオランテちょっと見ていきたいと思いますね。このカバーがつけてありますね。うん、ちょっと下顎見てみましょうか。なんかね、すごいね、トゲトゲがすごいね、再現されてますね。うん、歯が乱雑に入り乱れておりますね。ほんでやっぱりあれやね、塗装上手ですね。この口腔内の筋肉と外の肌感がやっぱちょっと違う気がしますね。うまいこと表現されてますね。うん、この彩色も大変だし、出しようにね、こうやってね、一本一本ちゃんと塗り分けて。ほんでね、すごいね、このワニを彷彿させるようなこのね、ビオランテの顔、完全にいってますね。ほんでね、すごいね、ちゃんとここのグラデーションも効いててね、非常にかっこいいですね。うん、うわー、すごいね。じゃあね、ちょっと早速ね、ちょっと組み合わせてみますか。ね。よし。では参ります。フェイドイン。はー、うわー、すごい。いやー、組み合わせるとやっぱちょっと迫力が違いますね。でけえ。ちょっと待って。うわー、これね、あれワンフェスでもね、ちょっとビオランテね、ちょっと持たせてもらったりとかいろいろしたんですけどね、こうやってこうまじまじと見るとやっぱちょっと違いますね。迫力がありますわ。食べられちゃうな。やっぱなんか今まで出てたね、東方怪獣コレクションの怪獣たちと比べると、もうなんでしょうね、大きさが段違いですね。うんね、ちなみにね、さっき紹介させてもらった逆ゴジさんがこのぐらいね。ねえ、えれこっちゃな。
いやーちょっと時代がよくねずれててよかったねゴジラくんね。これは50メートル級では歯が立たんわ。ガブーや。あ腕が取れた。いやこれはすごいですね。ちょっとねこのヘッドパーツ着てねより一層ちょっと完成が楽しみになってきましたね。さあちなみにねちょっとまだねおませなことなんですけど。ちょっとね、ビオゴジとも見てみましょうか。ビオゴジとも比べてみましょう。ねえ、ちょっと我慢ができないですね。いやー、いいね。なんかあれやね、こうやって見ると、やべえな。よう勝てたね、ビオゴジ。ビオランテね、すごいね、うわーってこれで食われるわけですよ。穏やかじゃないね。怖え。これはテンション上がるな。ちょっとね10号ですか。10号かかるのはしんどいけどねこれはちょっとぜひね完成まで頑張っていきたいと思います。はい。さて来月のディアゴスティーニは、はい、28号ではねこのビオランテここのねなんていうんですか胴体部分のパーツが届きますね。これで頭とくっつけられるというわけですね。いや、これは楽しみですね。うわ、でけえな。そして、29号ではね、こちら。腕かな？腕のパーツでしょうね。これが届くわけですね。なるほど。ちょっとなんかつけてほしいな。いや、まあまあまあね。まあまたね、ビオランテだけじゃなくてね、今後はまたミニラとか、ね、ジェットジャガーとかも出てきますからね。いや、ちょっとこういうところで、ちょっとカマキラスとかね、ちょっと小型のね、怪獣とかも入れてくれると嬉しかったりするんやけど、難しいんかね。まあでもあれやね、もうね、また次号以降はね、ひたすらデストロイヤーを完成させるのに邁進していくしかないですね。はい、頑張っていきます。ということでね、本日のディアゴスティーニの紹介は以上になります。ね、今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、チャンネル登録、コメントいただけますと励みになります。ではまたね、次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。